ストーム業店ゆりなです、ね、ちょっとまだね、ま、髪の毛をねセットしてないっていう、そうさっきねちょっと寝癖が前髪がさなんかもうすごいなんかどっか行ってたんでね、ドライヤーはしたんですけどちょっとまだセットしてないんでね、ボッサボサっていうかなんか癖が強すぎて、今からアイロンをしていきますね。前髪の寝癖がない人とかいるんですかね。私はもうめっちゃ寝癖がすごいんですよ。全然ね髪の毛は大丈夫なんですけど前髪がね、ちょっとな、前髪の寝癖が本当にすごすぎて辛いんですよね。コメント欄がおはようしかないんだけど、まあおはようですからね、どっちにしろ、まあ正解ではあるね。確かに。今日は寒いですね。なんか雨、今日も雨降るらしいし、天気予報25とかかな。なんか結構気温が低かった気がする。そんなことない？私のスマホの天気予報はそうなってたよ。あ、今日寒いんやと思って、そう、確かに寒そう。まあ言うてゆりな朝と夜しか外に出ないからな。でも夜ね雨降られるとね困っちゃうのよね、帰りにね振られると困ってしまうんですよ。それまでに止んでほしい。いや、ゆりな傘持っていくからそれまでに止んでないかな。いや、ゆりなね結構本当にマジでね傘持ってったらね降らないんですよ。結構ね、そういうのがね、あるんですよ私って。面白い髪型だねって、普通の髪型ですけど、でとりあえず傘を先に持っていくの忘れないようにして、傘と上着と、傘重いって言ってもね折りたたみ傘やからね、そんな重いか、傘そんなじゃない、そこまであんま重いって思ったことはないけどね。ちょっと長いんだけど、ね、傘重いはちょっとお嬢様やな。すごい短い毛がバサバサーと、なんじゃこりゃ、
そうなんですよね。まあでも折りたたみなんでずっとカバンの中に入ってるんでね、あんま出すことはないとは思うけど。もし出してしまったら忘れないようにしないと。おお、眠たい。眠いよ。朝が一番苦手ですね、私は本当に。夜更かしする方がよっぽど得意かもしれん。早起きってね難しいよ。まだ今日はさ遅いけどさ、もっと早い日とか本当に。我ながらやばいもん。すごそう今日、ね、わかる。前髪切ってからね、わりかし湿気すごくても、まあ、短いんでなんとかなるっていう。ほんとあの、ね、短いとね、なんか長いとさ髪の毛ぺったんこになってくるとすごいことになるんですけど、今めちゃくちゃ短いんで前髪ぺったんこになってもね本当にいい感じ。なんか邪魔にならないって楽。あー目があかんわ、やば。目がね、目って感じがすごいする。本当にこれでね、湿気で後からだいぶ落ちてくるので。オッケー。本当に朝は時間が大切よね。今日は一日長いですからね、皆さんも頑張ってください。私も今日の一日はとっても長いので頑張りたいと思います。あ、今日サステナブルのリリース日なんですね。おお、イエーイ。そうですね、頑張ります今日も。もう今日もね
レッスンなんですよ、私は。一日頑張っていきたいと思います。そう、今日はね、夜がね遅くて帰ってくるのが、今日は徳島コンサートと愛媛コンサートのレッスンがあるので、ちょっと夜が遅くて、多分ね、普通に24時までの15分は絶対取れるんですけど、でも多分絶対疲れてるので、またね、今日も何十曲と入れるのね、疲れてるから、きっと多分顔がね死んでそうだなと思って。でしかもなんかやっぱりさ、ショールームやってないとさ、結構こう、もし押してし、なんか前回はその巻いて終わったんですけど、押してね終わっちゃった時がさ、不安じゃないですか。え、やばいみたいな、こう間に合うかなみたいな、帰ってっていう、すごい心配になるんですよ。もうショールーム朝やってると楽、一日がもうやってるから大丈夫だわっていうあの心配がなくて安心できるので、とっても安心になれるので、そうですね。いや、マジで今日本当に寒いっていうか、なんかいい感じっていうか、涼しいですね、すごく。なんかジーナ、昨日の天気見て、絶対エアコンいらんわと思って、今日エアコン消して寝てたんですよ。そうしたらさ、本当になんかエアコン全然いらんかった。朝起きてもうなんかいい感じの温度って感じ。あ、いい匂い、柔軟剤そうだからもうね、エアコンつけてね寝れない、寒い。これ服、服っていうか、これね、服なんだけど、もともとうちこれも完全に上着として使ってるのよ、最近。服としても使ってるんですけど、最近なんか上着として使ってますね、この服。とってもいい感じの、なんかパーカーまではちょっと暑いかなって思ってて、そんなもっとねテロテロに薄いので、これ羽織としては最高っていう何ていうの、羽織物として使ってる。うん、本当はこれシャツなんだけどね。そう、シャツでなんか前閉めて使うものなんだけど、普通にあのね、普通にね使ってる。そう、パーカーでもいいんだけど暑いかなと思って、なんかよくわかんないけど暑いかなって。可愛いでしょ、チェックのでしょ、すごい好きなんですよね。これは通販で買ったんだけど、ここはねストライプ、ここはチェックってねなってるの、可愛いでしょ。しかもとってもね袖がね長いんですよ。ほら、うちがこうしてこんぐらい、可愛いでしょ。お気に入り、握手会でも着てた。そう、握手会ではね、結構去年ぐらいにね着てたかな、あのボルドーのコーデュロイのスカート下に履いてたやったっけのやつ。あ、テロップが出た。じゃあ、というわけで、朝ショールームね見に来てくださった皆さん、本当にありがとうございます。というわけで、そう、今日はねもう一日レッスンで、この夜からのショールーム
ありません。というわけでですね、今日も寒いと思うので皆さん暖かくしてお仕事頑張ってください。というわけでランキングに行きましょう。13位二重の星空さん、12位くましろさん、11位まぼろしさん、10位慎太郎さん、9位ゆみごんさん、8位にしんさん、7位3104さん、すごい初男女ですかね、おめでとうございます。6位しんやさん、5位よっぴーさん、4位あきひこさん、3位アンドハローさん、2位ホークさん、1位スイカさんです。やばい、声がガサガサ。はい、というわけで今日も来てくださった皆さん本当にありがとうございました。今日も危なっなん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 、あ、そうだそうだ、ゆりなね、ツイッターで今ね、ゆりなのベストショットみたいな感じで、なんかゆりなの徳島コンサートの時の自分が良かったって思う一枚載せてくださいって言ったんですけど、あの期限は今週末までにします。だから今日水曜日だから金曜日までかな。はい、ではよろしくお願いします。バイバイ。